私ども基本的には通販事業の機能性食品の開発というのを主に担当しています。まあ、生活習慣病の予防につなぐようなサプリメントを開発しようというテーマです。内臓脂肪を減らすようなサプリメントを作れないかということで取り組んで、まあ、そのメカニズムの深掘りなんかをしています。実効感のある確かなエビデンスに支えられたサプリメントをお客様に提供するという、そういうことであります。特にですね、遺伝子の発現を調べたりとか、あと生体のタンパクとか代謝物を調べるっていう、まあ、オミックスっていう新しい技術があるんですが、生体内の例えば酵素とか遺伝子っていうのは、まあ、星の数ほどあるわけですけども、それを一度に網羅的に調べるっていう、それを私どもの今基幹技術にしようということで取り組んでいるというのが主テーマの一つです。特に機能性食品に関しては、まあ、ライオンは後発だったんですけども、まあ、特徴のあるものを作ろうということで、まだメタボリックシンドロームっていう概念がない頃にスタートしたんですけども、いち早くそういう内臓脂肪というようなものに注目した研究がフォーカスされるだろうという前提で、まあ、新しい分野に取り組んだというのが私どものスタートです。やっぱりメタボリックシンドロームの撲滅というか予防っていうのが、まあ、今の日本の社会の最大のいわゆる問題の一つだと思いますので、そういったものに貢献できるような商品開発というのを進めていきたいと思ってます。新しいものにチャレンジするっていう、そういう気風っていうのがあるっていうことが非常にありがたいことです。世界の中で自分の研究がどういう位置づけにあるか、そういう認識を常に持って、まあ、客観的な目で切磋琢磨してほしいという、そういうことを常日頃申しております。欧米アにいろんな部門の人が一緒にいる、基礎研究をやっているものもあれば開発研究ものをやっているものがある、同じフロアでこうミックスアップするような、そういうような雰囲気ができるような施設というか、部屋の作りになっているというのが一つ大きな特徴だと思います。共通の実験スペースはもちろんですし、教室も基礎研究のものと応用研究のものが一緒に住んで、そこに常に情報交換するような雰囲気があるというのが大きな特徴だと思います。私どもの機能性食品というのはエビデンスがあること、そして実感があることというのをポリシーとして開発しております。ぜひ皆さんお試しください。